行くぞ。だね。そうだな。おう。はい。リンド。ああ。ごきげんよう。渋谷の民。シバ。人も減って渋谷が少し広くなったから部屋をここに移動したんだ。お前たちを迎えやすいように。どうせすぐに潰してしまうけれど。いらっしゃい、ツイスターズ。フレサワ東斎、薄井凪、尾藤大輔の城、桜根翔太、桜庭ネク、そして奏リンド。思わぬ活躍だよ。退屈になり始めたゲームを盛り上げ、無敗のルーインを追い詰め、新宿死神の一人を引き抜き、まさかあのネクを仲間にまでしてこの俺を倒そうと目の前に立っているのだから。余裕ぶっこいてるみてえだが、そろそろ覚悟はできてんだろうな。まあ盛り上がってなんかねえし、気分悪いゲームを終わらせに来たってだけだぜ。そうか。でもお前たちは苦労むなしくバッドエンドを迎えるのだけれどね。これで勝てればレガスト新章が、不協和のゲームが終わる、元に戻れる。うん、みんな油断だけはしないでくれ。あいつの不協和が何を引き起こすかわからない。不協和ね。誰にそんなこと聞いてきたんだ。誰でもいいだろ。もういないものだと思っていたけど、会えて嬉しいよネク。渋谷で最も有名な能力者、脅威となり得るお前の存在を葬り去ってしまえば、邪魔される心配なく渋谷に審判が下せる。あちこち探してたんだよ。最後には RG にバッジをばらまいてまでね。え、じゃあこのバッジはネクを探すためのもの？結局 RG にネクはいなかったよ。代わりにリンド、お前たちが連れた。さっき述べた通り、それはそれで悪くなかったよ。何が起こってんの？死神の本気だよ。その働きに敬意を表して全力で戦おうか。シーバは新宿死神のナンバーワン、舐めてると消されるよ。ナンバーワン関係ねえ、勝つだけだ。おっしゃ、覚悟した。さあ来い。リンド、時間を戻す力はなるべく使うな。はい。その力も不協和の一つだとしたら、やっぱり嫌な予感がする。不協和。少しの失敗なら戻さずに突き進もう。それが本当は正しい道のはずだ。はい。もう、うっざ。
始めようか。ついにこの時が来たな。さあツイスターズ、熱を上げていこう。こんなゲームもう終わりにしてやる。よっ、ここだ。はっ、やってやったぜ。その調子。うりゃー、よっ、砕け散れ。仕切り直しだ。よっ、いい感じだ。はい、はあ、それよ、ロックオン。こりゃ、これでどうだ。見失わないでくれよ。よよお達よ。当然の出来栄え。調子いいじゃん。熱を上げていこう。わあ、いい感じです。その程度盛り上がってきた。その調子だぜ。おやすみと。完璧ですね。俺に任せておけ。完璧ですね。どこを狙っている？さあ、見せろと。やって。まだ終わりませんぞ。ほら、ここだ。ジャンズゲット。どこを狙っている？見失わないでくれ。やってやったぜ。順調だな。どうしたどうした。さあ砕け散れ。でかした。もらった。いい感じです。涼しい。よし、レフラ。甘い。仕切り直した。砕け散れ。盛り上がってきた。いい感じです。くらえ。それよ。終わりだ。いい感じだ。順調だな。いい感じです。試しのお前で。よっ、よっ、はぁ、ふん、それよ。はぁ、どこを狙っている？俺に任せておけ。でかした。砕け散れ。いい感じだ。順調だな。ここは？俺たちシーバを倒して、それからアレジーに戻ってこられたのか。
渋谷の人たちが。この人数みんな相手するの？この数はさすがに。タイミングバッチシ。さすがですな。よし、いい感じです。やったブリャー。はぁ、解放を求む。終わりだ。涼しい。当たったよな。俺に任せて。完璧ですね。よし、スライダー完璧ですね。やったおやつみ。ちょっと俺もうダメかも。そうかもしんないけど、くそ、どうしたらいいんだよ。いかがだったかな。ハッピーエンドを思わせる最高の余興だったろ。胸クソ悪い野郎だぜ。あの程度で俺を倒せたと思ったか。本番はこれからだ。いけるか。そういけるか。どうしたの。どこを狙っている。どうしたどうした。さあ見せたぞ。こんな感じか。さすがだな。もらった。いい感じです。本気で遊ぼうか。もらった。いい感じです。おい、平気か。大丈夫。ただめた。その程度。ほら、ここだ。ほら、もう一度だ。そらよ、こりゃこりゃこりゃ。ノックオンだ。そこか。そら、そこか。覚悟はできているな、ツイスターズよ。熱い戦いもそろそろクライマックスだ。あー、これヤバくない。なんとかできるはず。俺たちなら。タイミングバッチリ。順調だな。もらった。すごい。熱い展開だ。終わりだ。決まったんじゃね。頑張ったな。スライダー完璧ですね。やりますな。さすがだな。いざファイル。君たちにプレゼント。そんなバカな。
結構辛かったね。何が起きた。この俺が負けた。選ばれた存在の俺が UG レベルの奴らに。俺たち勝ったじゃん。ふん、すごい。シーバさんは俺たちを舐めてた罰が当たったな。おめえの負けだぜ。勝ち負けはっきりさせないといけないんだよな。お前が言わないなら俺が言う。俺たちの勝ちだ。俺は執行人だというのに。執行人。消滅したのか。本当に勝ったんだ。よかった。 RG に戻れるじゃん。元に戻れる。やっと。翔花はどうなるんだ。死神に戻んのか、 RG に戻んのか。そうね、どっちがいいかな。 RG に来たらどこの人になるの。新宿はもうないし、どこかの家に家族として前からいた人みたいになるんじゃない。知らないけど。知らないのかよ。あのね、リンド、私。お疲れさえ、お前誰だ。クボ。予想外を予測しとくのって大事だよな。未来を見て行動しないと。タイムリミット、午後4時44分44秒バッジ発動だ。何言ってんだ。うわっ、これは食らい尽くせ。教会も死神も能力者も。これより渋谷を浄化する。あっ、ちょっと。この鳥が。お前か、不協和の元凶は。調子に乗んなよ、ネカ。してる。ツイスターズリーダー、協力ありがとう。協力ってなんだよ。時間を戻してエネルギーを貯める協力。シーバがゲームをミスったらお前のノイズを使うつもりだったんだ。保険がバッチリ刺さったよ。あんた何者なのよ。俺は執行人。は？
UG よりもはるか上位次元の存在。天使でありながらインバージョン崩壊の執行人だ。なんだよそれ。簡単に言うと、死神のゲームに手を加えて崩壊を誘導するものだな。手を加える。じゃあシーバの不協和や俺の力って。全部俺発信だよ。お前らが UG にいることもな。天使が UGRG に手を出すのは禁止されてるからね。誰かをプレイヤーキャラに設定するしかない。何それ最悪。じゃあ新宿もシーバさんを利用したってこと？崩壊をなかったことにするか？いいよ。でもバッチがある限りこのノイズ発動は解除できない。またこいつらがこうして街を食い散らす。それに気づいてると思うけど、時間を戻せばノイズたちはさらに増える。俺はノイズマスターなんだよね。これだけ素材があればどんなノイズでも出してやれる。つまりさ、手に負えなくなるよ。リンド、ネクさんの予感は当たってた。時間を戻したから。でも今使わなかったら。ショーカしかない。他に方法なんてない。これしかないんだ。もう一度だ。